はい、さぬきは緑兵衛です。はい、若手有望株の68番の棚をご紹介しますね。はい、彼はどちらかというと、この当地の畑から作るという生産者じゃなくてですね、ある程度年数の経った素材を仕入れて作り直すというような仕事が多いですけど、もう毎回毎回ご説明しますけど、非常に腕いいです。センスいいですね。そしてね、若手の有望だと思います。私が言っていいのかどうか分かりませんけど、ここまでかな。この列全部ですね。なるほど。感じですね。下も行ってきましょうか。ここね。こういうの見たら分かりますよね、センスがね。結構ね、元木というか、素材もそこそこ精力的に走り回ってね、いろんな公開向かいでこれぞというのはもうしっかりと競り落としますね。やっぱりいいものを作るためにね。これなんかね、こういうのね、多分私の好みはこういうのなんで合うんですね、センスがねっていう、私のセンスがいいというわけじゃないけど、ことぶきですね。ことぶきはね、どうしても太い木が少ないですね。 あると、まあ、非常にお高いっていうのもあるんですけど、ホクロマツですね。見たことあるな結構ね、彼とはいろんな交換会で一緒になるんで、あの時のあの木かなみたいなのを時々これも難しいのをよくね、ここまで持ってきてると思いますよ。今日はね、実はこの後土井の赤石御用松組合の交換会があるんですけど、多分また彼と一緒です会うと思います。そろそろ私も走らないと。いいでしょう。68番です。ちなみにですよ、決して高くないですからね、彼の番号。ここちょっと見にくいね。松柏の高松盆栽の里の松柏の棚の本当中央部ぐらいですね、ど真ん中ぐらい、探って来られたら中央部分をちょっと覗いてみてください。これで19,800円。13,000円とかね。この皮のノリいいでしょう。で3万円ぐらいですよ。あの大きいね、この大品で、あれでも7万7千円ですね。商品でいくとですね、この辺で12,000円とかですね。これで15,000円。はい、そういう感じです。お値段的にもね、非常に良心的なお値段設定されてると思います。私は材料の仕入れ値知ってますから、結構良心的につけられてますよ。
ね、それなりに手加えられてますからね。ぜひお越しください。